やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。いらっしゃい。というわけで今日も配信をしていきます。7月の16、17かな、 Amazon 1年間で一番でかいセールが来るんですよ。で皆さんに買ってはかっとったものとかをバン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 貼ってもらおうかなって思ってる日でございます。皆さん Amazon プライムで買う予定のものありますか？バンダイ100分の1 007、 何これ、プラモデルか。俺プラモデル作れる弾力がないんだよな。すごいね。あ、クリアなんだ、しかも。そうだね、俺はまず絶対買うのは、はい、メタクエスト3 128GB。 予想だと6万円台になる、6万円台で売ってくれるんじゃないかみたいな話が出てるんで、ニートさんって結構違う、いや結構違うってレビューしか見ないから多分違うんだと思う。そもそもレンズが違うらしいんだよね、中の。なんか買うものを、本当に買うものをね、ちょっとリストアップしておきたいよね。なんだこれ、羊のいらない枕、何これ。え、めっちゃ良さそうじゃない、これ。何、レビューがバカ高いんだけど。枕ごときにというあなた、疲れや肩こりに悩まされているならこの値段は安い。安い枕を何回も買うなら良い枕を買った方が得です。ちょっとこれリスト入りかな、気になるね。自動ゴミ箱、ジョブソン、賢い。あー、俺ねゴミ箱適当なだから買おうと思ったんだよね。気になるわ。45リットル、これ買おう俺。あ、匂いとかちゃんと止めてくれそうでいいね。毎回足とかさ、こうやって手で上げるのめんどくせんだよな。いや素晴らしいな、これも買おう。画面拭き、いや丁寧に生きてるね。これで何拭くの。俺も拭くで、こうやってギャッて拭くからさ。俺瞬間消臭スプレー、へえ。男の家は必要かもな。下駄箱とかに置きたくない。俺ランニングとか行くからさ、下駄箱臭い可能性あるんだよね。お前らいいもの知ってるな、やっぱ配信で聞くに限んだな。うわー、出ました、ワイヤレスイヤホンだ。俺ワイヤレスイヤホンアンチなんですよ。なんでイヤホンで充電しねえといけねえんだよ。ダメなんだよ俺、なくすしさ。スマートフォンも2日に1回とか3日に1回しか充電しないの。充電するっていう行為がめんどくさいんだよね。まあでもトレーニングの時にもしかしたら楽っていう、まあ、俺ももう29歳になりまして感性が変わってるかもしれないんで、ここちょっとトライしてみるか。これが一番いいの、コスパはいい。コスパ最強じゃん。もうコスパ最強あったら一発目はこれでいいな。これにしよう。はい。ドローンって6万ぐらいで買えんだ。逆に6万ぐらいなんだ。サバゲーでワンチャン使うかもだけど、配信にかませるのがめんどくさそうだし。うわ、視聴者サッカーとかでも配信、ちょっと待って、安いの1個買ってこっかな。例えばこの前のボランティアとかサッカーとかさ、ドローンの絵1個あったら。ドローンは規制厳しいぞ。あ、そうなんだ。そっか、資格とかめんどくせえなー。次だな、ちょっと次。お前ら本当にか、お前らが持ってるものか買うものだよ。 3D プリンターなんだけど、 3D プリンターで14万で買えるの。てか、え、マジで 3D プリンターでこれ作れんの。作りたいもんでもないかもな、今俺。今タイトルというか文字だけ見ても何なのか分かんないんだけど、これとか何、バイブかい。あ、医療従事者でグッズなのこれ。どんどん貼ってくださいよ。出た、ライト型じゃない。いや次引っ越したら俺プロジェクタールーム作りたいんだけどね。今の部屋ないなあ。ルームランナー、ちょっとパスかな。いや、ない、物自体はいいんだけど外に出る機会を失うわ。え、これいいの、これじゃない。バスタオル高くない、バスタオル8000円高くない、3枚セット。信じれる。イマジタオルは世界一のタオルらしいぞ。おい、そんなやめてくれよ、お前。そっちの人やん。今治なんだ。
今治タオル。ゆうや行きます。いやいやいや、あのさ、お前らがいいと思ったのはあれよ、本当にこれ買ってるか、これ9000円のトイレットペーパー買ってる、お前らは。待って、お天道を使ってんじゃんこれ。家に今波を来ないとこれ出さないよ。自己投資の尻から、いや俺も鍛えられちゃってるから逆にびっくりしちゃうかもしんない。俺の尻がトイレットペーパーって感知できなくてもう一回拭くことになるかもしんない。え、待って、抱き枕貼るなんてお前分かってんじゃねえか。え、可愛いんだけど。ちょっと待って、俺の抱き枕持ってくるわ。これ2つ使ってるんですよ。1個を足に挟んで1個を顔でこうやって寝るんですね俺は。え、これちょっと新抱き枕いこっかな。なんか俺ちょっとスピってると思われるの嫌なんだけど、ある諸説聞いて、なんかぬいぐるみとかが家にありすぎると運気が下がるらしい。なんでかっていうと、空気中のほこりとかを吸い込みまくって淀むらしい、空気が単純に。なんかそれ聞いて、まあ確かにあるかもなと思ってしまったの。そんなわけなくなくない。いや置けないんじゃない、これスミスマシンって書いてあるけど、これ何、いや置けねえって、置けねえよ。32万だし、いやこれあったら1個でマジで全て解決するけど、これが買える強者になりてえなーマジで。役に立つもん貼ってくんねえかな、これ本当に役に立つか。これ何、俺がこれやったらさ、ちょっと狙いすぎじゃね。本当になんかついにやりだしたなと思わない。クレープ、アイリスオヤマすげえな。アイリスオヤマすご、マジでこれ革新的じゃね。え、待って、クレープ配信したい、これで。え、待って、すごい商品じゃん。あのトロトロ引いてこれベッてつけて裏返したらもうできてるっぽいけど、すごくねこれ。これでも一回使うと使わないかもね。いや出た、こういう系疎いんだよな。でもそろそろ俺もまずこっから始まる気がする。全てはあのこいつが天気教えてとかさ、音楽かけてとか、まずこいつがやってくれんじゃん。でこれと連動していろんなことをやってくれるようになるんじゃないの。それ4台持ってるけどやめときな、やめときなの意見マジ聞きたいんだけど。何何何何、声で出すよりさっさと手出した方が早い。でもね、なんか癖づいちゃってるのあるかもね。癖づいてるのあるかも。俺はパッて手出して消した方が早いと思っちゃうかもな。だからこれが最高級ホームシアターでプライムビデオがさらに、おお、そういう使い方もできる。せっかくプライムで安くなるからこれちょっと買ってみるわ。レビューするね。何これ、本当かよ。ちょっと買ってみよう。家電統一いらんのがスイッチボット、だってよ、だってよ、俺もそう思ってたんだよね。家電統一せなあかんのだろうと思ってたの。いらないんだってこれやると。ちょっと見てみるか、ちょっと俺も買うわこれは一旦。かやややややいんです。てかこれがやばいな、60万すんだけど。ドラマジでいらないな。なんでこんなんばっかあるんだよ、買わねえって。俺なんかさっきの60万見ちゃったから安く見えるし、1万4000なら買ったろうかなって気持ちになれるわ。え、すげえ、これ脱色やん。脱毛じゃなくて脱色だって、体毛。いや俺ね、中学の時にオキシドールって知ってる、怪我した時とかにつけるとそのあわあわになるさ、あの傷直しの液、あれをね髪の毛とかにつけると脱色されますよって書いてあって、薬局で原液のオキシドール売ってんの。
で、それこうやって髪の毛につけてメッシュしてたよ。めっちゃ嬉しかったもんね俺。行った時に、菅原お前髪染めたん、お前やるやみたいな。普通に染めるけど、普通に怖いの。はぁ、あ、何これこれさ、みんな一回は買おうと思わない？親に反対されるシリーズナンバーワンだと思ってるんだけど、マジで買ったら使われんだよな俺。実家にもその親の反対を押し切って買ったものたくさんあるけど、親の言うこと聞いときゃよかったって何度思ったことか。俺家にさ一回トランポリン買ったことあるんだよね。マジで3日でやんなくなる。欲しくなるよないや俺もわかんねえ。俺 何があったとき揃えたっけ。ストリーマーラストだ。大ハマりしてなんか物資俺も集めたいなと思ってアマゾンでこういうの買ったわ。めっちゃだ俺あの乾パンとかめっちゃあるもん。これ逸話があるんだけど、あのジャスパーもこういうの買うのハマってた時期あって、買うんだったらもう全部入りのすげえやつ買いたいっていう思考だからめっちゃ高いやつ買ったんだあいつ。でもなんかバッグ自体の重さが35キロあって緊急時に持ち運べないっていう時間が起きてマジで元も子もないよな。はい、というわけで今回視聴者の皆さんと一緒にね、Amazon プライムデーに向けてこれ買った方がいいんじゃないのリストを作りました。セール対象内になるかどうか分かりませんが、まず1つ目、池田屋生ハムのような鰹節。これ脂質制限俺してるからこれめっちゃいいなと思って。もう内容量見えるんだけど脂質が1袋で 1.8 しか入ってないんで、脂質制限をしてるやつらの救世主になり得るかもしんない。おやつとして食べる。次、羊のいらない枕。枕難民ではあるんで、ずっと。これをちょっと買ってみようかなと思います。高反発系、丸洗い OK。これ丸洗い OK、マジ助かる。こういう系の枕。すごいね！待って待って、すごくない？挙動キモいな。この挙動、宮崎駿に見せたら切れそう。賢いゴミ箱。これはちょっと試しですね。俺が今使ってんのがめっちゃ容量の入るゴミ箱なんだけど、いいやつではないから隙間とかができて変な匂いしてきたりすんのね。だからちょっといいゴミ箱を買ってみたいなと思って今回試して買ってみます。次、これですね、キューピーコアヒーリング。これもツイッターで話題になってたってのもあって今製品ページ初めて開いたんだけど、俺漢方系ってあんまり進行してなくて、これで聞いたら漢方系を今後信じてみようかなと思える。ハルインダストリー消臭無香料ビーズ。俺さっきも言ったけどウォーキングもダッシュも行くんで下駄箱の中の匂いとかが気になったりする。そこに匂いとかが自分だとどうなってるか分かんないんで、ちょっと今回これ買ってみます。次、こちらですね。私はあれなんですよ、有線信者でイヤホンを充電するっていう概念マジで分かんなくて、またちょっとワイヤレスの可能性を探ってみようってことで視聴者の皆さんにお勧めされた、まあ一発目これ買ったらいいんじゃないのおすすめ、アンカーさんのこちら買ってみようと思います。次、これ夏なんでこれ多分冷凍庫にぶち込んだらもう何回も何回も使えるやつなんで、30分持たないっていうコメントもあったんでこれも要レビュー、どうなるか分かりません。よかったら言います。次、はい出ました、8500円です。いや俺もこれはスルーしようと思ったんだけど、世界一のタオルらしいよコメントがスッと流れて入れてしまいました。それはさ体験したく見たくなるじゃん。次、白クマ抱き枕プレミアム、ネムネムクマ、とろけるような肌触りですね。5、6歳の時から母親にあの抱き枕買い与えられてから、もう抱き枕ないと寝れない体になっちゃって29歳でも抱き枕して寝てるんですよ。抱き枕新しいちょっと可能性を見出したかったんでこれの90を買おうと思います。はい、次、フットレストね、俺もおすすめしてもらったんで、フットレストも俺が使ってるやつで2年ぐらい経ってるんで、フットレストこうやって姿勢が良くなるんでね。はい、次、これね、これおすすめしてくれてマジでありがとう。これちょっと動画見てもらうと分かるんだけど、このさ壁関係なく入れられんだよね、ガコッつって。しかもズボラ仕様だからティッシュそこに突っ込むだけでいいし、俺ねここに蓋があったら買ってない、ここに蓋ないのマジ分かってるわ。これ素晴らしいです。これめっちゃ一番期待、俺。次。はい。これ知りませんでした、私。これ俺の配信
でトレーニーの方とかも結構見てたり、ジムとか行ってる人多いんで、アイスなのに脂質 2.3 なのにアイスクリームなんだよね。ちょっと買ってみる。これは次、まあ、これは真空タンブ、これまあ缶とか入れるとそれが冷えたまんま、コメントによると半日間冷えたままらしいんで、まあ、これをシンプルに買ってみようかなと思います。次、これ配信用、これアイリス大山のね、企業努力を感じた。すごくない？これさっきも言ったんだけど、俺も一回使ったら使わないかもしんないけど、まあでもセールで1700円だったらまあいい。はい、次、これはもうまあアマゾンのプライムデーのセールということで、やっぱここチャレンジしないわけにはいかないなと思いまして、エコーシリーズ、アレクサシリーズちょっとトライしてみようかなと思いまして、エコーショー5と、こちらスイッチボットをちょっと買ってみました。俺んちにそういう系統のものマジでないの、音声認識みたいな。からこの2つ買ってどんぐらい変わるのかっていうのもちょっとレビューします。こういうことをやってこなかった俺からすると導入バカめんどいんだよね。一歩目が重くて入れんの楽だったらみんなにおすすめしたいなと思います。まあ、これはちょっと個人的にデイリーパックですね。これ鹿のリードルショット100もついてるんで、まあ買います。これはこの鹿のパックの情報を聞くと、ゴマキはこれを朝に毎日してるって言った。でこれ賛否あってパックを毎日するっていう行為って良くないとされてるんだよね実は。まあ、賛否あるんで、もう自分の好きなように。俺は毎日パックしません。はい、じゃん。これもう全然買う気なかったけど、見せられるとなんか買う気になっちゃったわ。防災士監修、防災セット。でもプライムデー対象なんで、まあこの際買っときましょうっていう。いや、お前らバカにするな。これを持ってるやつが生き残るよ。わかる？忘れそう。まあ確かに。まあ俺は忘れるかもしれない。まあでも、日本に生まれたらこれは一個持っといていいと思うけど、本当に。はい、次。ノンアルコール除菌シートです。まあ、これは俺前から使ってんだけど、補充って感じかな。マウスとかキーボードとか、拭きたくなったり拭きたくなったりするんで。次、ニューバランスインソール。ウォーキングだったりダッシュに行くんだけど、よくコンクリートしかないわけじゃん、そこら辺走るってなったら。そうすると膝に来るんで結構。俺はそのダメージ軽減のために買う。はい、頼むぜマジで。シックスパッドさん、高い。スイッチの配信を見てる人は分かると思うんですけど、 CM をやっている疲労回復パジャマみたいな感じですかね。でこれセットで俺9000円かと思ったんだけど、上だけで9000円なんで、これだけで9000円なんで期待です。これは何が起こるんだか俺の体に。でリファですね。このドライヤーもめっちゃ、これリファのドライヤーいいっていう人いるんで、ここら辺は気になってる人めっちゃいるだろうからね。いいドライヤーってどうなんていう。女性の方々もそうだし、俺に関してはやっぱり髪の毛長いから、ドライヤーでそんなめっちゃ変わるんだったら、まあ使っていいよなっていう。ということで、お疲れ様でした、皆さん。さよなら、バイバイ。